はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日は国語が苦手な人のための動画、こんにちはビーバーの後編です。この中学受験さくららチャンネルは中学受験の全教科、全科目、全単元をいつでも、どこでも、何度でも理解できるというコンセプトで作っているチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、メンバーシップもお願いします。ね、長い長い中学受験生活です。今日はもうヘトヘトだ。だけどもうちょっと勉強したいなっていう時はね、もう思い切ってお風呂入ってね、ゆっくりしてね、再生リストに飛んでみてください。ちょうど明日の予習にね、ぴったりな動画に出会えるかもしれません。さあでは、読んでいきます。佐藤栄一、こんにちはビーバーの後編。今日はビーバーの毛皮についてです。ビーバーの毛皮。ビーバーの体は硬くて長い毛に覆われています。でも実はその下に柔らかくて短い毛がびっしり生えているのです。その柔らかい毛のおかげで冷たい水が体まで染み込まず、水の中でも雪と氷の中でも暖かくしていられます。でもビーバーにとってなくてはならないこの柔らかな毛がビーバーたちにとんでもない不幸をもたらすことになりました。ビーバーは昔ヨーロッパや北アメリカにたくさんいました。ところが17世紀にこの柔らかい毛を使ったフェルトの帽子がフランスで大流行したので、ヨーロッパでも北アメリカでもたくさんのビーバーが殺されるようになりました。クマやオオカミなどはお腹が膨れるとビーバーを捕まえるのをやめますが、人間はやめませんでした。毛皮のためにビーバーがいなくなるまで取り続けたのです。その結果、19世紀の終わり頃にはほとんどのビーバーがヨーロッパから姿を消し、北アメリカでもビーバーの絶滅が心配されるようになりました。人間が間違いに気づいたのは20世紀に入ってからでした。アメリカ合衆国やカナダは法律を作り、ビーバーの保護を始めたのです。手厚い保護の結果、ビーバーは少しずつ増えています。でも、ビーバーなんかいない方がいいと考える人もいます。それはビーバーが森の木をどんどん倒してしまったり、町の近くに住み着いたビーバーが公園の木をかじったり、排水溝にダムを作って、あたりを水浸しにしてしまうようなこともあるからです。その反対にビーバーは動物たちの住みやすい環境を作る名人だという人もいます。上流から流れてきた栄養のある土がビーバーのダムに蓄えられ、草やプランクトンが育ち、魚や鳥が増えると大きな動物たちにも住みよい場所になると考えてられているからです。さあ、ビーバーの毛皮について書かれています。さあ、ビーバーの体っていうのは、まあ、硬くて長い毛で覆われているんですけれども、さあ、実はその下にどんな毛がびっしり生えているんでしょうか。そう、短くて柔らかい毛がびっしり生えているんです。その柔らかい毛のおかげで、冷たい水が体まで染み込まず、水の中でも雪と氷の中でも暖かくしていられることができるんです。でも、ビーバーにとってなくてはならないこの柔らかな毛が、ビーバーたちにとんでもない不幸をもたらすことになったんです。さあ、ビーバーたちにどんな、この柔らかい毛が不幸をもたらしたんですか？そう、17世紀にこの柔らかい毛を使ったフェルトの帽子がフランスで大流行し、ヨーロッパでも北アメリカでもたくさんのビーバーが殺されることになったんです。クマやオオカミなんかはお腹が膨れると、さあビーバーを食べる？食べない？そう、もう捕まえて食べることはしないんです。しかし人間はさあビーバーをどうし続けたのですか。そう、取り続けたのです。さあ、しかも毛皮のためにビーバーがいなくなるまで取り続けたんです。
さあその結果19世紀の終わり頃にはさあビーバーはどんな目にあどんなことになってしまいましたか。そうヨーロッパにはいなくなったんです。そして北アメリカでもビーバーの絶滅が心配されるようになったんです。に人間が間違えた認識気がついたのは20世紀に入ってから。アメリカ合衆国やカナダは法律を作りビーバーの保護を始めました。さあ手厚い方の結果今ビーバー少しずつ増えていますか減っていますか。そう増えているんです。さあしかしビーバーなんかいない方がいいって考える人もいます。さあなんでビーバーなんかいない方がいいって考える人がいるんでしょう。まず一つはビーバーが森の木をどんどん倒してしまうこと。そして森の近くに住み着いたビーバーが公園の木をかじってしまうこと。そして排水溝にダムを作ってあたりを水浸しにしてしまうことです。さあしかし反対にビーバーは動物たちの住みよい環境を作る名人だっていう人だっているんです。上流から流れてきた栄養のある土がビーバーのダムに蓄えられます。さあすると草やプランクトンが育ち魚や鳥が増えるとさらに大きな動物たちにも住みよい場所になると考えられているからです。佐藤英治、こんにちはビーバーより。いいなと思ったらチャンネル登録メンバーシップもお願いします。では今日はここまでにしましょう。